はい、皆さんこんにちは。ギアのジュラシックワールドへようこそ。はい、今回はこちら、テリジノサウルス、まあ、これ名前がテリジノサウルスってなってるんですが、英語版の方はね、ちゃんとケリジノサウルス、ケラジノサウルスね、ケラジノサウルスってなってるんですよね。なぜか日本語版は、テリジノサウルスっていうね、融合前の、草食竜のままっていうね、名前がね、はい。こちらはですね、まあ一応、まあ、僕、まあまあ、中ではまあまあ、まあこいつ強いんで、確かね、ある程度強いんで、まあ良かったかなとは思うんですが、まあリサさんのね、リクエストによってね、やっぱ復活させてほしいということなんで、今回こいつを、まあ、作っていこうかなと思います。はい。まあ、こいつは、どうだったかなっていう、なんか3回進化したときどんな感じだったかなっていうのもすごい忘れてるので、まあ、そういった意味でもまあ楽しみですね、個人的にね。あ、はい。ということで結構まあ普通のデフォルトから結構いかつい縦紙のようなものが入っていて結構いかついですね。はい。ということで1回進化で、レベルアップしていきましょうか。はい。さあ、はい。ガツガツガツと。まあまあ、この辺はまあ普通の、まあ普通って言うとあれだけど、割と普通のね、なんか、まあ食べ方ですよね。はい。ということで、ピアノ打ちしていきましょう。はい。おっと、餌が足りない。ここで餌が足りなくなる。結構早い段階で。てか200万餌ぐらいしかなかったかな。うん。まあまあいいや。とりあえず、まあ、2000万餌ぐらいまで、とりあえず、確保しておいてっていう感じですね。2000万餌まであれば、とりあえずある程度はね、レベル40万円まではいけるんでね、とりあえず。はい、ということで、もう一匹の方。はい、ということで、一回進化ですね。お、一発成功。いいね、いいね。さあ、一回進化で、ちょっとなんか虹色っぽい。虹色？え？あー、若干模様がついたっていう感じかな。うん。だからなんか縦紙のところなんかかなり色変わってたような気がしたけど、あれ気のせいか。はい。ということで、一回進化ね、こんな感じですね。はい。ということで、もうワンペア作ってみましょう。はい。一回進化ではそんなに見た目に変化はない。うん。なんか模様がちょこちょこっとついた感じですね。はい。で、これ、テリジノサウルス、これ、名前ちゃんと直さないのかな？ケラジノサウルスなんですよね。本当の名前は。うん。なぜか日本語版だけ、テリジノサウルスのまんまなんですよね。ちゃんとケラジノサウルスにしないと、ちょっとさすがに、同じ名前はちょっとね、ごっちゃになるので、ちょっと困るよね、正直。はい。ということで、一回進化のやつが2匹できましたね。はい。ということで、もうワンペア。はい。もうワンペア。はい。まあ、なかなか、こうやってやってんのもなかなか、おっと。たまに、タップが反応しなくなるときがあるんですけども。はい。まあ、こう、やってると、なかなかね、指も鍛えられていいですよ。まあ僕も結構ね、ピアノ打ちとか、まあ格ゲーの、まあ、テクニックから来てる、まあそれを使ってるんで、まあこういう風にね、一瞬でバーってやれるっていうのはあるんですけど、うん。まあピアノ打ちはまあいいですよ。うん。やっぱレンダーでまあ、かつやっぱ効率がいいという、ね、必殺技を出すときに、ピアノ打ちでやると非常に効率が良くなるっていう、まあそれはもう理論的に、証明できるんでね。はい。ということで、ちょっと脱線しましたが、ケラジノサウルスの一回進化が、4ペアできましたね。はい。ということで、2回進化行きましょうか。はい。これもピアノ打ちでね、ガーって。はい。2回進化で、頭のこぶんところに、なんか、模様が
はい、1回成功。模様がついたかな？はい。お、ちょっと模様が強くなってきましたね。はい。2回進化で、おっと、ちょっと縦髪のところもちょっと赤くなって、模様もつい、なんか強くなってきたっていう感じですかね。なんか頭のこぶんところまで模様がついてきてっていう感じですね。あ、もうちょっとこっちにもあるな。1回進化の方にもあるけども、こっちの方がさらに強い。なるほど。結構やっぱいかついですね。なんか、確か、以前、なんかこいつ作った時はなんか王様みたいな、サムネイルにしてたと思うんですけど、なんか王様っぽい感じになりそうですよね。なんか眉毛とか、すごい、なんかビヨーンって伸びてるしね。眉毛とかね。はい。ということで、こいつをもう一品作ってみましょう。はい。さあ、お、いいね。一発成功、連続で。さあ、二回進化のケラジノサウルス。まあ、名前はね、本当にちょっと修正すべきなんだけど、ここの運営がね、ちょっと、こう、ちょっと、なんだろう。日本語がちょっとこう、ある程度できる外国人が運営しているみたいな感じだと思うので、この日本語の感じだとね。なんか、ところどころなんか日本語おかしいよね、このゲーム。一応日本語には対応してるけども、ところどころおかしいってところを見ると、やはり、まあ日本人が運営してるんじゃないんだなっていうのはちょっとわかりますね。はい。まあでもまあ、ちゃんと日本語に対応してるという段階で、かなりありがたいですけどね。はい。ということで、二回進化の、ケラジノサウルスが2匹でいきました。ということで、三回進化いきましょうか。その前にちょっと餌を補充していきましょう。はい。餌。まだ2000万餌ぐらいまで、ガーって買っておくかな。はい。これ、この作業も結構面倒だから。もうちょっと、5000キャッシュで、まあ、なんだろう。何歩ぐらいかな ?500 万餌ぐらい。5000キャッシュで500万餌とかっていう項目とかも追加してほしいな、なんか。はい。まあ、そもそもそんなに、ガンガン、恐竜作れるもんじゃないと思うので、その辺はまあ追加しないのかなという感じなんですけど。はい。ということで、とりあえず、3回進化いきましょうか。はい。とりあえず、こいつをね、レベルマックスまでして、3回進化の時ですね。はい。これ、確か王様みたいな、王様とか言ってたよ、なんか。前回のね、あのサムネイルでは。はい。ということで、いきましょうか。はい。コブ、頭の上のコブがもう、なんか、あれですね、やっぱ王冠みたいな感じになっちゃってっていう感じですね。はい。やっぱ王様っていう感じかな。前回のそのイメージ通りですね。はい。お、2回成功。さあ、来ますよ。3回進化のケラジノサウルス。いでよ。まあ、すごいね。なんか、おっと、ランクがある。50のランク。はい。モンドロホサウルス。はい。で、スペシャルオファーは断ってると。はい。おほー。すごいね。なんか、こう、すごい、何？色がやっぱその、体の色がすごいもう、いろんな色が入ってて派手で、まあ、基本はブルーベースで、背中にこうガツガツとトゲが生えていて、まあ、なんといってもこの頭の上のコブですよね。なんか、こう、非常にこう、印象的ですよね、このコブがね。これ何に使うんだろうっていう感じですけどね。はい。というわけで、まあ、レベル40までとりあえず、やっていきましょう。はい。こいつもまあ、結構強い方のハイブリッドだったと思うので、結構餌必要とされそうだな、これ。だいたい、やっぱ4000万餌ぐらい必要なのかな。まあ、とりあえず2000万餌で様子を見ましょうか。はい。2000万餌。ということで、きついね。はい、普通に4000万円差ぐらい必要とされそうで、1回400万円差とかってなってからね。はい。
ということなんで、さらに2000万餌追加という感じですかね。いやー、こいつもやっぱ4000万餌ぐらい使うか。はい。ということで、合計すると、まあやっぱ6000万から7000万餌ぐらい使ってることになりますよね。すごい必要になるね。本当に。7、8、9。はい。よし。できました。最大レベルに達しました。はい。できました。これステータスが結構やっぱ強いですね。9000の体力と3500のアタックということで、まあ圧倒的に、なんだろう、インドミナスレックスよりはもう圧倒的に上という感じですね。うん。まあ普通にやっぱ強いね。ただユドンにはちょっと及ばないかなという。ユドンは確か1万1000ぐらいの体力と3600ぐらいのアタックなんでね。ユドンにはちょっと及ばないけども、まあ、まあまあやっぱ強いですよね。ちょっとだけ介護官みたいな感じで。うん。普通に強い。はい。ということで生態見ていきましょう。生態よね。はい。セラジノサウルス。セラジノサウルスが、まあ、生息時代が約1億年も離れているテリノサウルスとケラトサウルスを掛け合わせたハイブリッドだ。セラジノサウルスって、なんか名前がすごいこいつ。なんかめちゃくちゃ間違われてんな。どっちなんだよ。テリジノサウルスか、セラジノサウルスか、ケラジノサウルスか、どれなんだよっていうね。はい。で、セラジノサウルスは、角を持つ、大鎧のトカゲという意味で、その学名は、ケラトサウルスの鋭い角と、テリジノサウルスの、ちっちゃい鎧状の、鍵爪を持つことを意味する。まあまあ、一応意味があるというのは、まあ、まあ、前回とかね、一応、そのまま名前をくっつけただけに見えて、実は結構意味があるっていうのは、まあまあ、分かってますよね。はい。で、インジェン社が作り出したセラジノサウルスは、原種から受け継いだ羽毛と外皮を持っているということで、原種から受け継いだ、まあ、羽毛って、まあ、どうだったかな。まあ、確かテリジノサウルスが、まあ、草食だったんで、そいつの羽毛かな。はい。で、セラジノサウルスの、前足はケラトサウルスよりも柔軟に可動し、前足が長いテリジノサウルスの特性を受け継いでいると。まあまあ、なるほどね。まあまあ、確かに前足は長いよね。まあ普通にこう、なんだろう、インドミノスレックスみたいにこう、でかくて、こう、普通にこう捕食とかにも使えるみたいな感じですよね。バトルとかにもね。確かに。手はでかいよね。まあそういう意味では結構まあ有利かなとは思いますね。バトルとか、捕食するときとかな。なんかそんな感じに、なんかそういうときに普通にガーって使いますよね、なんか。はい。まあ、そういう、で、まあ、この、なんだっけ、ここの、生体には、セラジノサウルスって書いてありましたよね。はい。なんか、めっちゃ、名前間違えられてるなっていう感じですね、こいつ。テリジノサウルスは、まあ、まずはおかしいとして、そう、融合元の名前なんでね。はい。で、英語名ではケラジノサウルスっていう風になってるんですよね。ケラジノサウルス。で、こっちの、その、生態の方ではセラジノサウルスということで、CE から始まったと思うので、確かに、セラジノサウルスと読むこともできると思うんですが、まあ、多分、ケラジノサウルスが多分合ってると思うんですよね。セラジノっていうのはちょっとおかしいな。ケラトサウルスと、まあ、融合してるんで、やっぱケラジノかなと思いますね。はい。まあ、やっぱこいつもまあ、まあ、やっぱ強いしね。ある程度やっぱ強いし、まあまあいいんじゃないかな。普通にね。おー、何すんだおらーっていうことですよね。はい。まあ本当に王様っていう王冠みたいな、
特にこの頭のコブのところは特に生態ではなんか触れられてませんでしたけどね。なんだろうね、すごい。これもまあ一応武器として使えるのかな。突進でこうアタックみたいな、なんかパキケファロサウルスみたいな、あれ系のなんか頭のコブみたいな感じで使うのかなっていうところは言及されてないですね。はい。ということで今回はこのテリジノサウルスことケラジノサウルスを、まあ作って、レベル1からレベル40まで作ってみたという動画でございました。はい。ということで今回この辺で終了したいと思います。